皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7人組グループ、トラビスジャパンによる BS 富士の冠番組、EP6、フラメンコ、トラビスジャパン×オキジンが8月17日午後10時から放送される。7人が世界で活躍するアーティストとコラボレーションするシリーズ第6弾。1年3ヶ月ぶりとなる今回はスペインのフラメンコギターコンクールで優勝し、 日本人として初の快挙を成し遂げたフラメンコギタリスト、オキジンとコラボレーションする。写真、この記事の写真を見る、全3枚。オキは2010年にスペインで開催された、第5回ムルシア、ニーニョ・リカルド、フラメンコギター国際コンクール国際部門でアジア人として初めて優勝し、現在は楽曲提供。 プロデュース執筆にも力を注ぎながら唯一無二のフラメンコギターの追求を続けているそんな沖が番組のためにトラビスジャパンの楽曲「ビッグバンボーイ」にフラメンコサウンドを盛り込んだ番組だけのスペシャルアレンジ楽曲を制作今回は何と沖も生演奏で一発本番の撮影に参加する今回のルールとして1パフォーマンスは一カメショー 6時間で楽曲に振りをつける、今回は6時間を3ブロックに分ける3音を感じて情熱的に踊る4本番は生演奏前回までは振り付けリーダーをくじ引きで決めていたが今回は今まで振り付けリーダーに選ばれていない宮近海と吉沢静也のどちらかを番組で指名するさらにこれまで一貫してきたルールの一つ6時間を3ブロックに分けるため メンバーの役割にも影響が、時間の使い方がキーポイントとなる。果たして、無事に振り付けは完成するのか。下向き黒三角宮近海と何でも挑戦していく7人なんですけど、フラメンコは、触れたことがない新鮮さがゆえにちょっと難しかったり。生演奏もこの企画で初めてだったので、みんなで合わせるのは大変でしたけれど、そこをどうトラビスジャパンが乗り越えていくのか。 ぜひ注目です。下向き黒三角中村海斗、すごく楽しかったですし、僕たちがなかなか挑戦したことのなかったジャンルだったので、今回こうして挑戦できてよかったなと思います。生演奏ではどんな科学反応が起きるか楽しみにしていてほしいです。下向き黒三角締めかけ竜也、今日、新たなトラビスジャパンが開拓されました。沖さんにも、 凛としていてかっこよかったよ、と言ってもらえて本当に嬉しかったです。ぜひ見逃さずに、瞬きもせず、ずーっと見ていてください。下向き黒三角川島ノエル、トラビスジャパンの原点と言っても差し支えないぐらい我々にとって大切な番組です。終わったときのこの解放感、最高ですね。この EP6、見逃すと大変なことになるかもしれません。 ぜひご覧ください。下向き黒三角吉沢静也。トラビスジャパンが初ジャンルに挑戦ということで、模索しながら頑張っているトラビスジャパンや本当に切羽詰まっているトラビスジャパンがたくさん見られるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。下向き黒三角松田元太。もうすごく楽しい経験をできましたし、グループで新しいジャンルを感じて踊れたので楽しかったです。 新しいトラビスジャパンのスタイルが見られると思うので、皆さんぜひ楽しんでみてください。下向き黒三角松倉海斗。ト普段触れないジャンルのフラメンコがめちゃくちゃ新鮮でしたし、熱かったですね。初挑戦のルール、生演奏がありましたので、ぜひそこのセッションも楽しみにしていただけたらなと思います。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。